けますクッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん、スパゲッティ買ってきましたってことでね、今日ちょっとね、スパサラ作ってみようかなと思ってますよ。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきます。はい、パスタね、スパゲッティ、今日はね、これ2束ぐらい使ってみようかなと思います。はい、それから、はい、カニカマ、それからベーコン、それに、はい、キュウリ2本と、あとちょっと人参も色目で入れてみたいと思います。はい、こんなところでやっていきたいと思います。よし、じゃあね、早速調理の方行ってみたいと思います。まずキュウリですけど、こんな感じでヘタ取って、よし、まあね、僕ね、キュウリが大好きなんでね、とにかくキュウリ多めで作りたいんですよね。まあ手作りのね、醍醐味ですよね。自分の好きなものをたくさん入れるっていうね、こんな感じで、まあね、キュウリを、まな1本入れて、こんな感じで1ミリぐらいに、切っていきます。よし、そしたらね、これ切ったキュウリを丼でもボウルでも入れてね、はい、ここで一旦塩もみします。はい、こんな感じ、これで、いつも言ってますけどね、塩加減はね、少しずつ入れて、これね、大さじ1杯とかね、なんとかって言えないんで、少しずつこう入れてね、ちょいちょい味見して、あ、しょっぱくていい感じって、うん、いい感じね。ここで塩加減は味見ながら調整してくださいね。こんな感じでちょっとしょっぱくていい感じってなったら、これちょっとこう揉み込んで、これ少しちょっと放置しておきます。そしたら、はい、ベーコンちゃんね、これお得用でいつも気に入って最近買ってんですけど、これ135g、結構量入ってんだよね。どうしようかな、まあ面倒くさいし全部入れちゃうか。で、今日はね、スパサラに合わせるんで、少しね、こんな感じで、こう切り落としになってるんですけど、これはさらにね、こんな感じで、細かく、まあ2ミリぐらいかの感じに、こういう風に細かく切っていきます。よし、そうこうしてる間にね、お湯が沸いたんで、今日のパスタね、これね、5分茹でのやつですね。なんでこれを再び、よいしょと、これでね、表示通りとりあえずね、茹でてみたいと思います。こんな感じで、プロの人かっこよくペーンってやるよね。あれやってみてね、どうやるの、こう、ピョン、あー、大失敗、うわー、まあいいやまあやっぱり慣れないことするとこんな感じになりますね。はいはい、こんな感じで、まあいいや。それで沈めて、はい、しっかり、はい、5分間これから茹でます。よいしょ。はい、まあね、パスタ茹でてる間に一応ね、このベーコンも切りましたと。はい、あとはね、やることといったらこれか、かまぼこちゃんね、カニカマも綺麗だしね、入れてみようかなと思って。はい、そしたらね、こうカニカマちゃんももう全部使っちゃいますね。もうおせえなんで、こんな感じで全部取ったら、こんな感じでこうね、ざっくりでいいんで、こうやってこう裂いていきます。はい、はい、そしたら人参はね、まあ彩りと、あとね、食感出したいんで、これは生でいっちゃいますね。その、生でいくために、まあちょっとね、細めにこういう感じで、細い千切りにしていきますね。はい、こんな感じですね。よし、じゃあね、そうこうしてる間に、塩もみきゅうりが少しね、水分が抜けてきました、出てきましたね。はい、そうしましたら、こんな感じでね、綺麗な布巾の上にこうやってね、こうきゅうりを乗せて、よいしょ、よ、はい、そうしましたらこんな感じでね、はい、茶巾状にして、はい、きゅうりの水分を絞っていきます。こんな感じでね、あ、そうこうしてる間に、はいはいはい、大変大変、はい、5分経ちました。はい、5分経ったんで、ちょっとね、パスタの方見てみますね。あ、いい感じだね、いい感じに茹で上がりました。でね、そうしましたら、これはね、サラダに持っていくために、まあ、このね、ザルなんかにこう開けて、ちょっとね、一回しっかり水洗いしてきます。それで、これでぬめりを取って冷やしてきちゃいます。はい、じゃあちょっと洗ってみます。はい、パスタの処理の方先ちょっとなっちゃったんで、ちょっと作業再開しますね。はい、そしたらこんな感じで、はい、きゅうりをしっかり塩もみして、よいしょと。はい、しっかり水分を取りました。はい。で、これで全部、すべての素材の準備は、完了しました。はい、そうしましたらね、はい、パスタの方をしっかりね、冷やしてきましたね。はい、こんな感じでしっかりね、
水切りを します、はい、さあそうしましたら、これしっかり水切りしてパスタをまず鍋の中に移し替えて、鍋でもボウルでもいいですけどね、ちょっと量が今回多いの で結構な量になると思うんでね、そうしましたら先ほど絞ったまずキュウリ入れちゃいます。おい、キュウリ入りました。はい、そしたらね、はい、先ほど、はい、裂いておいた、はい、カニカマちゃん、はい、あとね、切っといたベーコンと人参ちゃんも入れちゃいます。これ具沢山ですね、これ本当に。しかも量が多い。まあね、今日うちも家族4人家族なんで、それでみんなで食べようっていう感じなんで、結構な量になりました。そうしましたら、あとは味付けですけど、ちょっとね、スパサラの場合ね、ちょっとマヨだけだと、なんとかもったりしすぎるんで、僕はね、そのブレンドするんですよ。このフレンチドレッシングね、フレンチドレッシングでもうある程度の感じに入れちゃいます。で、まあドレッシングだけでもまあいけるんですけど、そこにちょっとマヨネーズもブレンドします。でこれね、これこそ本当に、いつも申し訳ないんですけど、なんつうかな、適量って感じですね。これなんかこう測るのも大変だしね、この動画で見た感じで判断してほしいんですけど、こう1:2、まあ、ぐらいかな、マヨの方がちょっと多いぐらいで僕は好きなんですけど、こんな感じで、フレンチが1に、マヨネーズ2ぐらいの割合で、いい感じにこうブレンドして、でこれをあえていきます。はい、うわー、いい感じだね。よし、よし、そうしたらある程度混ぜたら、今日のちょっと秘密液ね、これ粒マスタード、はい、これでね、ちょっと若干ね、爽やかなこのマスタードの風味を入れて、少し大人の感じにしようと思ってますよ。でこの粒マスタードを大体ね、まあ大さじ1杯分ぐらいか、こんな感じでこう入れてあげて、ね、これを入れることによって爽やかな香りが増すと思いますよ。はい、こんな感じで粒マスタードを隠し味に入れて、よいしょ、しっかり混ぜ合わせます。よし、そうしましたら混ざったら一旦味見します。いい感じだけどちょっと味薄いな。うん、でここでしっかりこの皆さんね、味加減は自分で整えてくださいね。なんかね、レシピ動画なのにちょっとそういうこと言うと無責任に思うんですけど、まあここは本当にね、好みなんですよね。このどういう感じの濃さにするかっていうのがね、こんな感じで少しマヨとフレンチドレッシングをこうブレンドしながら、僕の場合はこう濃度をこう確かめながらあえていきます。よし、でさらにまた味見して、なかなかいい感じ。ってことでしっかり混ぜ終わったらね、ここはね、ほんとお好みなんであれですけど、僕の場合は最後の最後にごま油もね、小さじ半分ぐらいちょっと入れるんですよ。この香りを入れることによってだいぶね、味のイメージ変わってきますね。ね、こんな感じで最後に少しほんの少しのごま油を入れて、はい、完成となります。はい、そしたらね、はい、で大量にできたてのスパサラをね、はい、食べるだけこうお皿に盛り付けて、よいしょと、よし、はい、こんな感じでね、はい、お好きなだけお皿に盛り付けて、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、そうだね、具沢山俺のスパゲッティサラダの完成です。めちゃめちゃうそー。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。はいはい、今日の感じこんな感じですよ。一緒に取れてっかな。よし、ってことで、じゃあ早速ね、これをおかずに今日もいっぱいやりたいと思います。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。
しい、もう飯欲しい。ってことでね、はい、今日の感じこんな感じですよ。美味しそう取れてっかな。よっしゃ、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。いただきます。いや、いただきます。よし、これはもうめちゃめちゃ美味しい。いや、最高ですよこれ。いや、めちゃめちゃ美味しいね。もうなんていうのかな、もうね、自分で作るね、あの醍醐味ですよね。こうやってね、こう、まあ、キュウリが大好きなんで、キュウリたっぷり入れてね。でもカニカマジャンとこのベーコン、うん、コンビネーションはもうめちゃめちゃいいです。でね、あの隠し味に入れたこのね、粒マスター、うん、これもね、なんか爽やかな感じで効いてますし、ね、最後のちょっと隠し味のごま油もね、ちょっとこう 味の深いね、なんか奥行きのある味になってますよ。で、まあ動画の途中でやりながら言ってましたけど、僕の場合はね、あのマヨネーズオンリーじゃなくて、ちょっとフレンチドレッシングをね、ちょっと混ぜることによって、なんていうのかな、マヨネーズだけだとちょっとまったり しすぎるなって自分は感じるんですよね。なんでそこでちょっとサラサラ感入れたいんで、ちょっとフレンチドレッシングで、なんていうかその、中間を狙って、さっぱりしすぎないけど、なんかネバネバもしないってところを狙って、ああいう感じにする してますよね、いつも。なんでこんな感じで、いや本当に美味しいね。これは本当にね、具材はあの何でもいいですね。今日はこのカニカマとベーコン使いましたけど、まああのハムでもいいですし、ゆで卵カッティングしてざっくり混ぜても美味しいですし、まあいろんなね、アレンジの仕方あると思います。まあですけどね、まあ基本的なところは、今日やった感じの、まあマヨネーズのね、あの昔からあるあの定番のこのスパゲッティサラダの作り方でした。で、結構今日の分には、結構ね、うちは4人家族なんで、結構後でもね、あのみんなに届けるんですけど、ちょっと多めに作りました。なんで、まあ1人とかだったらね、あれ今日の半分ぐらいの、あの分量の方が作りやすいのかもしれないですけどね。まあ、あの美味しいんで、すぐなくなっちゃうと思うんで、あの今日ぐらいの分量が一番作りやすいな気がします。ってことで、今日のこの、俺のスパサラー、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。